ペドロとノンジェロメウは、ブラジルのサッカー選手。ブラジル代表。ポジションは DF。サンパウロで生まれ、SE、パルメイラスからエリアスと共に、ポルトガルへと旅立った。18歳で彼は GD、シャベスに加入し、2004から05シーズンのリーガでオンラ、で、選手デビューした。彼の好調なパフォーマンスは、プリメイラリーガのビトーリア SC の関心を引きつけ、 同クラブに移籍。ダービーマッチである SC、ブラガ戦でデビューしたもののこの試合は敗北した。2007から08シーズンには FC ポルトのリサンドロ、ロペス、ルイス・ゴンサレスを抑えてネット投票のプリメーラリーが最優秀選手に輝いた。2008年6月30日に彼はブンデスリーガに昇格した 1FC ケルンに移籍。 スターティングメンバーとして活躍した彼はレアル・マドリードからも興味を持たれる存在になり繰り返し報じられたものの結局移籍はならなかった。2012年8月23日に4年契約のレンタル契約でプリメーラ・ディビシオンの RCD ・マヨルカに移籍。29試合で1得点の成績を彼自身は残したがクラブは降格。2013年12月に契約を破棄し、 二年半契約でグレムオフブッパにレンタル移籍。2016年8月27日にカイオロドリゴが負傷したため、その代理としてブラジル代表に初招集。2017年1月25日に行われたコロンビア代表戦で代表初出場。ありがとうございます。